群衆の中で一人、デュロタンだけ、人間画についてる絵というのがこのキャラクターの、その映画の中での立ち位置を伝えるのに一番、まあ、分かりやすいかなと思うので、本来こちら側のはずなのに、デュロタンだけ、麻薬を向いてるという構図で書き進めようと思ってます。アイデアスケッチ等をする際にいつも常備している具材なんですけど、これ今からですと ある程度の、面積をすぐにこう塗れるっていうその利点がありますので、それで全体の雰囲気を最初に出しながら最後にちょっとこうディテールを加えていくっていう形が最近一番この自分に慣れてる描き方、自然とまあこういう方の具材が揃っていったっていう形になりますね。極端なぐらいマッチョなキャラクターなので、それ出すのにちょっと最初手間取ったと思うんですよね。肩のボリューム出ますか、まあ、それが一番のこのキャラクターの特徴だと思うので、それをなるべく誇張気味にしたつもりですが、もうちょっとあってもよかったかなという感じです。全世界空前の大ヒット、我らオーク族と人間はもはや敵にあらず、今こそ一つとなり闇の力に挑もう。世界を救うのだ、友よ。ウォークラフト